ほう、一泡吹かせたい、そうお考えですか。もちろん別れるつもりはありませんわ。そこまでおっしゃるなら私も手を貸さないわけにはいきません。ナスベザス、親ヌメサタマ。ちょ、嘘。依頼人は福田さん、夫とその浮気相手の関係を切ってほしいというとてもよくあるケースです。よっしゃよっしゃ、この二人を別れさせたらええんやな。任しとき。え、どういうことよ。ああ、昨日の。くっそー。素敵な香水ですね。公園のトイレの匂いがしますよ。朝起きたらこんな体臭になってたのよ。失礼しちゃう。起きろ。別れさせるのは浮気相手だろう。ああ。でもババアと別れた方がおっさんも幸せかな思ってノリで。あまり俺を怒らせるなよ。中大きいですよ、草部さん。どちら様ですか。やだ、探偵さん、福田ですよ。主人も私の魅力に気づいて帰ってきてくれるわ。申し訳ありません、またしてもこちらのミスです。あ、いたいた。ババアに何したんだ。巨乳は万国共通、男の大好物ですやんか。残飯にキャビアかけても残飯だろうが。つまりですね、旦那さんの奥さん以外の女性への興味をですね、今よりもっと和らげるというか、年相応を落ち着かせるというか。あ、そっか。その夜以来、旦那さんの男性は役に立たなくなってしまいました。こんな都合よく行くわけあらへんがな。わし悪魔やで。会ったこともない人のあれをあれして離婚までさせちゃった。後味悪いよ。